こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一月晩水に浮くです。一月天にあり影秋水を含むと同じく、天空に輝く月はたった一つであるが、あらゆる場所の水に無数に浮かんでいることに例えて、仏性の普遍性を詩的に歌ったものです。あらゆる存在は互いに他の存在と関係し合っており、どれ一つをとっても天空の月と同じく他の中にその働きを投影していて、突き詰めれば一体であることを意味するとも捉えられます。それでは今から一月晩水に浮くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。